今のところ被ってるのが、シークレットのさ、まあ、色ついてなかったけど、蓄光タイプのルシファー。ルシファーだけど、シークレットしか被ってないってすごくない？今のところは、シークレットのみで。で、前回スペシャルカラーのもやっとき、やね、アンズーのスペシャルカラー。まだインドラジットの方は出てないけど、今日でインドラジットのスペシャルカラーと、ルシファーの、シークレットルシファーの、リアルカラー出したいね。なんとかコンプリートまで生きてんだけどなぁ。やっぱこれマジ売ってないね、このシリーズ。すごい、あ、しかもすごい前のシリーズ見つけてね、買ってきて大量に売っとった。かといえば昔のやつがさ、ゲットできるってパティもあるよね。いや、嬉しいよ。あれ、色塗り動画撮るわ。あれ全部色塗り動画で使おう。色塗り動画で、どうしようかな。改造しようかな。いや、改造してもいいよな。地底人と海底人たちと。そういう動画撮ろうかな。そうだ、いいこと思いついたわ。それあれ改造しようか。お、インドラジット、これ、リアルカラーか。まあ、リアルだな。スペシャルカラーではないね。インドラジットのスペシャルカラー。先にスペシャルカラーの方の、インド、うわぁ、色あるとかっこいいなぁ。ちなみに、左奥のが色なしなんだけどさ、蓄光タイプ。まあ、光るって、部分はすごくいい要素つく。かっこいいんだけどさ、やっぱ、リアルカラーがいいよね。リアルカラー。見て、かっこいい。バールもリアルカラー。今のところバールがね、リアルカラー一番かっこいいんだけど、あのバールが。インドラジットもかっこいいよ、なかなか。あ、いいねー。パンツ履いたらノーパンだわ。インドラジットノーパン。ただちょっと剣曲がってるの嫌だね、これね。まあ、これ、直すしかないか。お湯で直すか。まあ、お湯使うといいかもしれない。剣は長くて、おー。インドラジット。これスペシャルカラーあるから、まあ、全身が黄金とかさ、シルバーとか、アンズーみたいにガンメタリックみたいな感じの。ただ、なんか今回メタリックカラーだろうな、きっと。なんかメタリックで一色で塗られてるっていうのが、スペシャルカラーなんだけどさ、ぶっちゃけ手抜きだよな。スペシャルカラー。だって絶対こっちが手かかってると思わない。スペシャルカラー作るかってさ、まあ、一色でいいんじゃない？シャーン！よし！スペシャルカラーみたいな感じで。それだったらなんかさ、グラデペイントとかでさ、この、頭の部分がグラデのね、なんつうのかな、ペイントになってて、クリアパーツになって、ちょっと綺麗になってるやつとかさ。それから、まあ、スペシャルカラーだからな、それぐらいしか思いつかんな。あとなんかかっこいい。まあ、別カラーでもいいか。別カラー。スペシャルカラーだけど、ただ色違いなやつ。ちょっとポーズ違ったり、ポーズ違ったりしても嬉しい。なにこれ。めっちゃとんがったんじゃん。やべ、ニッパーあっちだ。ちょ、ハサミで切れるかな。これ多分血出たな、今。なんか、とんがってんの分かんなくてね。あ、オッケー。まあ、後でニッパーで綺麗に、切るわ。なんか、とんがっとった。痛かったー。インドネジットも痛いんじゃねえか、これ、ケツにこんな、とがってんの。大丈夫か大丈夫かな、よし。おー、できました。インドネジット、セッティング完了。初、かっこいいですなー。今のところルシファーしか被ってないの、マジで強くない？もうその次、なんか、こう言うと被るよな。次被りそうだよな。これはインドラジェットの、おそらくリアルカラー。まあ、スペシャルではないと思う。集まってきたねー。揃ってきた。迫力気が増し増しになってんな。あと、ルシファー出したい、マジで。リアルカラーの。リアルカラーのルシファーがどんな感じなのかマジで見たくない。リアルカラーで今までで一番やるのはバールだね。バール超かっけえわ。バール越えする。あ、テープがないぞ。あれ？でもたまにこれテープついてないのあるよな。そうだ、前もあったわ。テープついてないの確か。あった。テープついてなかった、俺。たまにあるけどね。で、これは、蓄光サマエルだ。蓄光サマエルだ。くそーな、テープついてなかった。ドキドキしちゃったわ。リアルカラールシファー出んじゃねえかなと思って、なんかね、いや、くそ、これでリアルカラールシファーだったら、熱かったのにな。まあ、たまにこうやってテープついてるのあるんだよね、マジで、このシリーズ。なんでな、付け忘れだと思うんだけど、なんでだろう、つうか。付け忘れのね、やつがあって。まあ、買っといて別にパーツ少なかったりとかしないんだけどさ。ちゃんと入っているんだけど、よし。で、サマエルの、おー、蓄光タイプと。サマエル光らしたらかっこいいだろうね、これね。羽がさ、幅広くバサーってなってるから、あれ。でかさっていうか、幅広さで言うと今回ナンバーワンだろうね、これ。サマエル。おそらく。すげえ幅広い。バサー。おー、ちょっとこれやっぱ、あれだね。光ってるとこ見たいね。こんだけ光のパワーを吸収すれば、大丈夫。3、2、1、行くぜ！サマエル、光り輝く。
あ、羽透けててかっこいいね。羽透けてる、透けてる感じ出てるわ。他のやつもめっちゃ光ってるの。ルシファーかっこいい。すごい光ってるぞ。フロストジャイアントも。やっぱ、蓄光タイプはさ、蓄光タイプの楽しみがあるね。光らせるのいいわ。めちゃめちゃ光っててかっこいいもんな。サーバーの本体のみが光り輝い、羽の光が消えてきたな。ということで、今回は、まあ、被んなかったけど、リアルカラーのルシファー出なかったな。スペシャルカラーのインドラジェットもまだ出てないから、いや、くそー、狙いのいいやつは両方出なかったね。でも持ってないやつだったから両方とも、まあ、よしとしましょう。それでは、また次回、次の、闇のね、覇者、編の、このフィギュアシリーズ。次何出るんだろうね。次、昆虫系のやつがでかいの出てほしいな。ね、昆虫のフィギュアとか欲しいよね、このクオリティのね。めっちゃ楽しみだわ。インドラジェット。まあ、おそらくリアルカラーが一番かっこいいと思うけど。まだスペシャルカラー見てないけど。スペシャルは、まあ、一色だからな。なんか手抜きだよな、これな。もっとさ、スペシャルカラーだからかっこいい。まあ、かっこいいんだけどさ、これも、ガンメタリックっていうか、一色。でもなんかちょっとスペシャルカラーもっとスペシャルにしてほしいよね。アンズーだったら、例えば、ちょっと羽の先っぽ、いや、やっぱグラデ。グラデのあのクリアパーツ。俺クリアパーツ好きだから、それか技のさ、エフェクトついてるとかさ、そういうのでもいいかな。あ、でもそれじゃスペシャルカラーにならんか。スペシャルカラーだ。いや、でも難しいね。スペシャルカラー。全部一色で塗るのが一番無難っていうか、それがいいのかな。なんかみんなある。こうした方がいいみたいな。スペシャルカラー、こうした方がいいだろうみたいなさ。